前回のかずもり。もう8月も終わり、町の整備をしていると、なんだよつば九郎、な、出てくるかお前。まあほとんど喋れてなかったけど、あっちの島でも元気にしてくれ。そして今日から9月、9月といったらかずもりさん誕生日だね。はい、どうもこんにちは、かずもりでございます。今朝もね早くから、今、4時33分です。はい、ということで、はい、大人になったらねもう朝からゲームしてもねいい時もあるんです。まあ、というわけでいきますか。いやでも9月になってさ、もう最高の虫らしがね終わってしまったんですよね。まあ、ただ代わりに他にもいいのがね多分出てくるはずね、この9月ならではの。まあ、というわけでいきますよ。まあ、でもどうなの、もういろいろできてんのかな。なんか虫が変わったりとかいろいろこれあんのかな、あんのかな。いやもう9月といえばね、もうご飯とかが美味しくなる季節。はい、あーここまだ増えてなかったか。これ今ね、この前の見ていただいて分かったように、最初の1回あげればね、黄金のじょうろであげれば後々ね咲く可能性はあるみたいな。確率は分かんないけどね。だってぶっちゃけここでね普通のじょうろで咲いたじゃん俺。ただ今回やりたいのはね、この金色のやつに水あげるだけでさ増えるのかというこれです。今これの検証しております。はい、まあ、とりあえず家具2連続チャレンジでもいきますか。いきますよ。えい、はい、ありがとうございます。秋も出るのね。いやでも最近めちゃめちゃ冷えてきたね。涼しくなってきたというかさ、冷えてはないよな、暑いよな。うん、まだまだ虫も多いし、いや外でバーベキューしたらめっちゃ刺された。びっくりするぐらいびっくりぐらい刺された。うん、マジ異常、蚊の量マジ異常。あー、さあさあさあ、そういうこと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 よ、そういうことよ。まだね、今月末ぐらい虫捕り大会とかもあるみたいなので、その時までにやっぱ虫をね食べまくとかんだか。うん、もうカブトムシさんとかいなくなっちゃった、いなくなったよね、いなくなっちゃったからさ、もう残るは蜂よ。蜂で貯めるしかないよ、蜂で貯めるしかね。さあ、ただただただ9月になったら松ぼっくりってイメージあるでしょ。北半球アップデートで松ぼっくりなどが落ちてくるという噂があるんですけど、落ちてこないんかな。これ翌日にならんとあかんのけ、これちょっとなんか9月っぽいことしたいよ。あれ、これまだ時間軸がねダメなんかもしれんね、5時過ぎんとさ。マジか。なんかね魚とか虫とかはこれ切り替わりするんだけど、そこまだなんかもしれんな。もしかするとないもんな、なんかないもんな。ないよね、松の木だよね。これ揺れても、雲しか落ちてこない。ダメだな、ダメだ。全然ダメだわ。そうなんか。なんや、ダメなんかこれ。これは知らんかったで。まあ、ちょっと美味しい果物も取りつつね。うん。本日は9月らしい、お魚フィッシュタイムでもね、行ってみて。ねえ、これ。高そう。なんだこれ。これは大釜、ま、何千キロも動くの。ちょっと待って待って待って、早速鑑定や鑑定。あー、ちょっと高いやつ。おいくら万円よこれ。いやこんな安いのお前。そんな仕方ねえ、本日はねのんびり釣りでも行きますかね。釣りでもね、今回ほら見てよ、魚の巻き餌さんがね結構あんのよ。巻き餌さんがさ、これで、あの魚を一網打尽大作戦。はい。あ、ただ川でもね、なんかいろいろ釣れるようになったということなので、ちょっと久々すぎるフィッシュタイム全然やってなかったわ。まあ、とにかく、行きましょうか。まあ、もちろん私が狙ってるのはね、ここら辺ですよ。あ、ちょっと待って。その前にだ。あぶね、忘れてた。あの子たちの、青バラ忘れてた。これじゃ増えねえって。青バラよ。青バラ行きましょう。青バラどうですか、咲いてますか。あー、これダメね。はい、お水あげます。紫のやつ狙ってるんだったっけな、これな。はーい、OK ですよ。あ、ほんでこれはこれいけたんじゃねえかな。これオレンジだと思うんだけど、あ、これ黄色だ。ダメ、黄色もダメよ。黄色もこの狙ってるやつが出るまで抜き続けるっていうね、せっかく咲いても抜き続けるっていう、そういう作業してます。はい、はい、ここではねオレンジのやつをね今狙ってるとこなんで。はい、
さあ、ではフィッシュタイム、向かわせていきます。やっぱ秋っていうと秋ジャケ…うん、なんかいる。待ってフィッシュタイムだから、ちょっと待って、ヘッドホン変えるわ。よし、行こう。いや、ヘッドホンのね、遅延はね、死活問題だからね。待てキャスティングが下手くそすぎる。ちょっと釣り久々すぎて下手くそすぎる。さあ、来い。いいよいいよ。でかくない？よし、うわぁ、うわ、ドラード。でもドラード、あ、待て、いるかもしんない、これ。行くよ。これ、河口にね、生息する、ね、おいしいのがある。あ、嘘だろ。やっちまったよ。でも、河口ね、2カ所ぐらいしかないからさ、金のアロワナ持ってる。嘘だろ。これはなんかでっかく見えるけど、久々に鈴木さんの姿を見ていいからね。1ヶ月ぐらい見てないんじゃない？よいしゃー、鈴木さん。こっちの河口にもあるかなー。結構湧きやすくなってるよ、これ。河口魚。行くでー。よし！おい、来た！鮭だ！おかえりなさーい。釣り上げちゃった。そうなんですよ。鮭が釣れるん、鮭が。この河口付近でさ。でも河口って、そんな湧かないよねっていうあれはあるんだけどさ。いやー、取れちゃったよー。海魚はなんか釣れるのあんのかな、俺。海魚特にまだね、まあ、なんも考えてないよな。美味しいのあります？9月、美味しい魚。タイでーす。いや、8月がね、あまりにも虫が暑すぎてさ、全然釣らなかったわけよ。うん。まあでも9月はね、お魚さんが美味しくなるみたいな。でも河口で魚影見たらもう必ず釣らないといけないよね、釣らないとね、これ。これ誰出せたの？これ誰だ？うな、もう一匹で、私狙ってる魚あるのよ、今回。もう一匹。まあ、というか、めっちゃ化石埋まってんだ、これ。ちょっとそちら狙っていきたいなと思います。さて、うお、また湧いてる。また湧いてるよ。いやー、取れるかなー。お、コストコでさ、その魚好きなんよ。コストコで買うんよ。ほら、こっちよ、こっち。来た、嘘だろ。うわ、チョウザメ？そっち？お前復活した、チョウザメさん。9月から復活した。チョウザメ釣れちゃったよ。違うだろって。いや、でもなんか釣りの調子良すぎる。河口そんな湧かないもんね、魚。あ、ダメか。やっぱ負けで釣るしかないよね、河口というとさ。チョウザメ釣れちゃった、チョウザメ。うわ、もう、なんて湧きいいの、これ。いや、チョウザメはキャビアか。まあ、キャビアそんなあれなんだよな。うん、塩くどいってイメージ。うん。はい、こっち。どう。おっ、鮭。結構鮭釣れるな。鮭率高いな。鮭高いんけ、鮭の値段は。まあ、鮭はね、朝ごはんで食べると最高だよね。鮭。あ、いや、意外と安い。意外と。1000円いかないぐらいだ。安いなぁ、お前。お前、安い。かわいそうだな、なんか。いや、結構美味しいんだよ、鮭さん。うわぉ、まただ。なに、ここの、河口の脇の良さ。行くよ。ピーシ。鮭。あ、違う。釣れた。狙った通りのやつ釣れちゃった。キングサーモンを釣り上げたぞ。キングサーモン。これよ、キングサーモンよ。私がね、コストコで大好きなやつ。ただ、養殖もんだけどね。うん。この自然のやつ、名前食べるとね、結構虫すごいからさ。うん。養殖のやつはね、そこら辺大丈夫よってことで。これ高いでしょ。ほら、2000円ぐらいしかしないわ。意外と安い。ちょっと調子こいて。次は？待て。こんなガチコオロギみたいなのっていたっけ？なんか。ガチコオロギ。はい。今の見なかったことに。でっかい頭で見えない。はい。これは？ん？これは？あ、スズムシか。あ、そうか、コオロギじゃスズムシか。スズムシ寺って言ったらさ、京都の行ったなー。懐かしいなー。なんかお願い事したらね、ちっちゃくお願い事して、ほんでまた叶ったらね、返しに行くの、お守りみたいなのをね、10年ぐらい返してません。はい。すいません。確かね、彼女ができますように、みたいな。じゃあ15年ぐらいか、それで言ったら。25歳ぐらいの時に行ったような気にするんだけど、彼女ができますようにって言って、その後できたのがエリちゃんだからね。うん。いい加減返しに行かないと怒られ、やってもたわ。多分今のレアなお魚だと思う、これ。レアなお魚。やってもたわ。ちょっと皮もね、だいぶ湧き潰ししたからさ、湧きやすくはなってんのよ、これ。確実に。
この左側の方の川岸しか多分ね湧いてないと思うよね。だからあの釣りめっちゃはかどります。今回待って、集中しよう。マジ来たよ来たよ来たよ。いやーキングサーモン結構キング釣れるようになったな。こっちの右側の見てよ、もう見てよ、この島を作っての立派な湧き潰し。湧いてるかい。あ、そういえばさ、これビデウォシュレットみたいなもんでいいんかな、これこれウォシュレット自分使わない派なんよ。なんかヒヒーンってなるからさ。でもあの15年ぶりぐらいに使ったんだけどさ、意外といいなっていう。皆さんどうですか、ちゃんと使ってますか。ウォシュレットって使う派使わない派、皆さんどうでしょうか。はい、何の質問だこれは。うん、あれでも結構使う人多いって聞くんだけどね。さあ行くよ、フィッシュ。なんか釣れるらしいからね、ちょっとそれまで頑張って釣りフィッシュしていきたいなと思います。うわなんだこれ、スッポンだスッポン釣れた。マジかマジか。え、これスッポン飾るとどうなる。あー、いや、イケスみたいになるんか。カミツキガメじゃないとそのまんまにならんのか。うわ、スッポン釣れちゃったこれ。マジか、川魚ちょっと大切だなこれ。フィッシュ、ん、あ、アユね。あ、そういえばアユも預けてなかったわ。あ、やっちゃった。うーわ、ここの加工やばい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 。鮭だらけになってます、鮭だらけ。フィッシュ。よーしよし、今日もね、たんまり釣れたわ。うわ、絶対巨大魚やし、あれ。ちょっと待って、ドラドとかそっち系やし、あれ、絶対。もう見たらわかるよ、見たらわかるよ。その風格、出てるお前から。わかるわかる。来た。フィッシュ。わお。わお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 。よし、久々風太おじさんとこ行ってこよう。いやー、釣れた釣れた。また9月もね、楽しそうなシーズンにね、なりそうですね。やばい、変わっちゃう、日にち変わっちゃう。よいしょ、おい、すい。風太さん、どうも。すいません、おはようございます。福井の川さん、起動します。結構だよ、ほら見て、今回の種類。鮭に、アユに、スッポンに、スズムシ、キングサーモンに、オオカマバラ。こんなとこだよね。うん、こんなとこ、ありがとうございます。はい、というわけで、本日こんなとこで終わりたいなと思います。いや、9月まだまだね、イベントいっぱいだし、松ぼっくりとかも確か取れると思うんだけどね。いや、まだまだ楽しんでいきたいなと思います。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバイ。